それでは、殺意竜のルーファス限定のコンボを録画したいと思います。それでは再生します。殺意のルーファス限定のコンボなんですけど、まず一番のポイントは、中の竜詰めが、持続、その後のしゃがみジャックパンチが持続で当たることなんですけど、それはルーファス限定でそれを使ったコンボです。ゲージが 100% あれば、同じ構成が2ループできるので、最後昇竜拳で秒出して、ワンコンボでピオリまで持っていけるっていうことなんですよね、このコンボは。そうですね、ジャンプ大キックが当たればもうピオリまでは絶対いけます。で最後 の、 あの EX 波動から の、はい、あのウルコンなんですけど、あれは何かポイントがあるんですか？そうですね、 あれもルーファス限定で、中の竜爪から、立ち弱パンチ、遠距離立ち中パンチから、EX 灼熱波動を打つと、ちょうどいい距離で持続が当たるので、そこからウルコン2がヒットします。ちなみにこれだけすごいコンボなんですけど、はい、実戦で決めたことありますか？実戦でバンバン決めたことあります。とどめだ。警察たちに翻弄されるがいい。
して、じゃあ終わります。